一騎、首里、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのは、サンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か？聖、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れていくぞ。何？聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か？私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。教皇、なんだ。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ねせよ。バカ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニ、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。まさか教皇がジェミニのセイントだったなんて。ということは、こいつが春夜氷河たちを。そう、だが結局ここまでたどり着いたのはお前ただ一人。ブロンズ一人で私を倒すことなどできる。さあ、ペガサスよ、お
前はここで死んでもらうぞ。ペガサス流星剣、仮にも12の9を突破したセイン、今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。その褒美に教えてやろう、なぜ私が教皇になりすましていたのか。アテナは間もなく死ぬ、そうすればアイオロスが持ち去った勝利の目が見て世の、いかなる勝利をも掴むこともできる勝利の女神ニケタ、神や悪魔のいかなる攻撃をも燃えろ、俺のコスモよ。ペガサス水星剣、倒した。ゴールドセイントのジェミニオン。もうすぐだ。もうすぐ沙織さんのアテナの命を救える。バカ、まぐれの拘束拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。もう一度、もう一度俺に力をくれ。俺のコスモよ、アテナよ。何これは。ペガサスローリングクラッシュ。ペガサスローリングクラッシュか。残念だがお前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあその首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だこの私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。